はい、やってまいりました。ついに門真市駅まで来ましたね。今回は、回転寿司寿司バリューですね。こういう看板いいっすね。めちゃめちゃ好き。ちょっとくたびれた感じが、結構なんか建物の感じもええ感じやけどね。では早速行ってみたいと思います。キハダマグロ行ってみます。110円のお皿です。色は綺麗。いただきます。あ、もっちりしてて美味しいね。結構まあ筋あるけど普通に結構美味しいマグロだと思います。星 3.5 です。次はこちら、ケンサキイカです。ケンサキイカ結構高いけど110円、嬉しい。いただきます。歯ごたえがすごい。イカの旨味はあるけど、やっぱケンサキイカって切れ目入れるとめちゃめちゃ硬いですね。せっかくいいイカ使ってるんで切れ目入れてほしいって感じやな。ちょっと食べにくいな。星 2.8 ですね。低い。次はこちら、生銀鮭ですね。まあ、サーモンもあったけどちょっと新作ということで生銀鮭いただきたいと思います。くるくる感ね、うまそう。あ、うまい。なんか全然臭くなくてね。これハラミの部分ね、めちゃめちゃ脂乗ってて美味しいな。ちょっとまあ全体的にネタ小ぶりやけど脂乗ってるし十分かなと思いました。星 3.9 ですね。すごい、美味しい。はい、次こちら、本マグロの赤身ですね。結構身分厚めで、198円で2貫。いただきます。結構柔らかいね。若干水っぽいかな。なんか実はここあの入り口にイケスあって、この間もさ、イケスある回転寿司あるあるかしらけど、ちょっとマグロが水っぽいってね。さっきのやつとは何が違うの？マグロの種類が違う。さっきのはキハダマグロ、こっち本マグロやね。本マグロってよりこうマグロの旨味あるねんけど、ちょっとやっぱ水っぽいな。解凍の仕方に問題ありかもしれない。まあ星3ですね。美味しいけど。次、ゴイカ、青じそが乗ってます。僕の大好きケミカルコーヒーっぽいですね。いただきます。うん、美味しい。グッドケミカルですね。これなんかペーハー調整剤みたいなこうケミカルの味してますね。安定の。まあまあどこも一緒なんかな。普通に美味しい。どこも一緒なんで、まあ星3ですね。美味しい。グッドケミカルいただきました。はい、次こちらホタテ、198円の2貫。結構大きめのやつを半分に開いてるから、ね、いただきます。水っぽいな。結構柔らかめというか。水っぽいってどういうこと？味が薄いってこと？味も薄いし、ちょっと柔らかい。まあ、いつものホタテやけど、すごいな。まあ、198円で2貫やから、ちょっと優しくはしてくれてると思うな。美味しいけど、優しみ。星3っすね。はい、次はこちら、イクラですね。めちゃめちゃ乗ってます。めっちゃ粒多い、めっちゃいい。小粒やけど、すごい量多いですね。198円で2貫、結構安い。いただきます。おいしそう。イクラの味はちゃんとしてて、結構あっさりめやけど、おいしいな。量多いですよね、これね。まあな、まあ、海苔は固めやな。まだ海苔おるな。帰りまでおるかも。まあでも2貫入って198円やから、めちゃくちゃ多い。粒がね、なんかお得感あるね。うん、あ、星4かな。イエーイ。茶碗蒸し来ましたね。ちょっと味のある豚と味のある器で、おばあちゃん家の茶碗蒸しみたいな感じでね。安心するよね。いただきます。ほっくりね。うん、うまい。めちゃめちゃうまいわ。中に何入ってんの？今鳥と。あ、入ってる？うん、鳥入ってた。そう、なんか、何やこれ。かまぼこみたいな。切れ端かまぼこやつ。あ、入ってる。具だくさんだった。うなぎも入ってる。あ、これかまぼこでかいの入ってるわ。いいそうやん。いいやん。今、三つ葉乗ってて。これ、安かったよね。198円かな。かな。うん、いい感じ。めちゃめちゃうまい。まあでもローカル寿司感はめちゃあるね。なんか突出した感じはないけど安心する感じというか。でもなんか科学的な出汁の感じは怖くなくて、美味しいと思う。あっさりしてて、いいんじゃないですか。星4ですね。高い。美味しい。イワシですね。色はそんなに良くないけど食べてみます。
まあ、そこまで臭みはないけど味もあんまりないかもしれないな。まあでも悪いイワシではないですね。普通かな。でシャリなんですけど結構あっさりめで、まあ、食べやすい感じやね。結構ネタもまあ水っぽくてもまあまあ食べれるかなっていう感じ。本当辛いな。星3ですね。次はこちら池ハマチですね。110円のさ、先言うだけだけど、イケスあるんで、イケスにハマチおったんで、ちょっとこれ期待できますね。いただきます。あ、でも美味しいな。思ってたほど食感はないな。なんやろな。時間帯によるんかな。でもまあ味はちょっと熟成されてて美味しいかな。なんかイケスあるからゴリゴリなのかなと思ったけど、そうでもなかったですね。まあ、星 3.5 かな。味はうまい。うん。タイですね。198円2番。タイも多分イケスで泳いでると思うから美味しいんじゃない。イケスのやつなんかな。わかる。いただきます。あ、うん。あ、これイケスやね。なんでわかるん？違うの何か。身がめちゃめちゃイカってる。なんでタイイカってる？ゴリゴリやね。いつもの。うん、これ絶対イケスだわ。美味しい美味しい。新鮮さとか、なんか身が締まった感じとかで違ってくるの？そうやね。だから死後硬直始まって。そっか、うん、そっからまあだんだん身が柔らかくなっていくんやけど、あの締め方にもよるっていうね。あ、締め方にもよるね。だからもういけそうあるから、まあ、すぐ新鮮っていうことでゴリゴリして美味しいです。星 4.5 です。うー、高い。大トロですね。大トロで374円安い。ちょっと筋が目立ちますね。いただきます。これは味は大トロと言えるんかな。味が濃い。薄い。薄いね。うわ、筋が多いな。見るからに筋だったね。うん、星 2.5 です。池カンパチです。多分これも池酢のやつだと思います。いただきます。ゴリゴリやね。うまい。関西人は結構この歯ごたえがあるネタが好きやねって言われてて、まあ、タイとかでこのイカってる魚めちゃめちゃイカってる、ね、これイケスやん。本領発揮してます。よかった。星4です。高ー赤だしです。アラの赤だしかな。198円、安めです。めちゃめちゃアラ入ってます。あ、すげえ。アラも入ってるし、アサリも入ってるし、まあ、あとワカメと三つ葉。アサリも結構入ってるな。アラすごいな。アラすごいよ。なんやろ、ブリとかもある。いただきます。うん、美味しそうな香りがする。美味しいね。うん、美味しいよ。めちゃめちゃいいよこれ。うどん頼まなあかんかもしらんの。美味しいぞ。ええだしやわ。で、多分さっきヒロミさ、茶碗蒸し濃いって言ってたやん。多分これ塩分じゃなくてだしが効いてるから濃く感じるね。うまっ。めっちゃ美味しい。癒されるわ。星 4.5 やな、これ。だっかーい。すごーい。うまい。はい、次こちら大エビ198円2貫。めちゃめちゃでかいっすね。かなりお得やと思います。いただきます。肉厚やね。うん、うまいな。エビの味もちゃんとあるね。ただちょっとこれもなんか若干水っぽく感じるのは気のせいなのかな。今日水っぽい発言多いな。一回イケス食わしてんかな。全部水っぽい。何の作業。公園みたいな。くぐらしとけ。まあでも美味しいし、198円2貫かなりお得やった。これ星4っすね。いい高いね、評価。いやいや、美味しいよ。島ですね。多分これもいけすよ。でも身めちゃめちゃ分厚く切ってるな。いただきます。ゴリってますわ。いけすか出てる。ゴリってんな。やばい。もうごめん、ちゃんといかってんやったらこんなに分厚く切らんでいいと思うんだな。しんどいな。普通にもうちょっと薄く切っても食感残るはずやから、連続で食べたらしんどいかもしれない。まあでもね、特徴やから、ここのイケスがあるっていう。まあ美味しいと思うけど、まあ、その切り方の問題で僕は星 3.6 かな。なんかもったいないね。ツルガイですね。これももしかしたらイケスから出したんちゃう。木もあるし、ツルガイ好きやねんな。
あ、すごい好きなんや。うん、木もうまい、うん、いただきます。うん、いいね、美味しい美味しい、すごいね、大きい、なんか大きいね、大きい大きい、うん、このままいきなよ、これポン酢でいくわ。肝はポン酢、粒貝の肝って、うん、サザエとか苦いやんか、うん、粒貝の肝って甘い、うん、めちゃめちゃ甘い、ね、マイルド、マイルド、ちゃんと甘い味してる。あ、ちょっと臭いな。どういう独特の、おそらく生けすから揚げてるけど、オペレーション的に割って置いてるんやと思う。だからちょっとこう甘みとかがなくなって苦みが増えてきて臭みが若干あった。え、これイケスのやつ？多分イケスやと思うね。イケスで買ってるけど、いちいち割って注文のたびに割ってやったら時間かかるから。あ、なるほどね。割った状態で置いてると思う。まあ、もったいないけど、しゃあないよね、オペレーション的に。回転寿司やったら、いや寿司屋やったら割るもん。あ、そうなんや、うん、その場で割って、そうやって出すの。割る割る。え、じゃあめっちゃ美味しいよ。どう？美味しいよ。わお、まあ、もったいないけど、まあ、こんなもんから回転寿司やし。星 3.8 です。うん、はい、次こちら、生ホタルイカ。回転寿司で生ホタルイカって珍しいよ、うん、結構高いね、生ホタルイカって。へえ、いただきます。うん、どうどうどう。あ、すごいね、なんと生ホタルイカやな。しかも目とか口とか骨とか抜いてくれてるわ、軟骨は。あ、めっちゃめんどくさいね、これやんか。よう、これ110円で出すな。うん、めっちゃめんどくさいからな。しかも鮮度すぐ落ちるし。そうなんや、うん、これは素晴らしい。うん、星4ですね。うん、高い。これはちょっとなかなかレアやと書いてるし、うん、すごいね、素晴らしい。次こちら、馬刺しっすね。回転寿司珍しいな、馬刺し。いやー、うん、生姜とネギ、いただきます。うん、やば、美味しい。臭さある？ゴリゴリやな。そのゴリゴリの表現ってどういうの？ゴリゴリ、めっちゃ歯ごたえある、うん、めちゃめちゃ怒ってるで。またや、怒ってるの表現は何？ゴリゴリしてる。うん、すごいな。どうどう、なんか馬刺しっていうか、うん、もうなんか生牛肉みたいな感じ。あ、でも油はそんなに乗ってないけど、うんうんうん、めっちゃ肉食ってるって感じするな。ああ、そうなんだ。これ絶対イケスから出してるわ。ちょっと待って、イケスに一回くぐらせる技。いや、イケスから出した馬やろね、これ。めっちゃこれ、こんなんなんか初めて食べたわ。しかも200円、めっちゃ安いよ。美味しいらしいです。美味しい美味しい。星4やね。うー、たっけカスうどんですね。あの、牛の油カス。これでもカスうどんって結構最近値段高いけど、これなんと297円で、他のうどんと同じ値段で最高や。最高。いただきます。うまい。なんかめっちゃ甘いな。甘めの。カスうどんやからじゃない。カスって甘くない。そうやね。甘い、油の甘さが、うん、あ、美味しそうだね、うん、うまいね。安いなこれ。え、だしはやっぱりいい感じ。うまいね、うん、美味しいと思う。うん、なんかやっぱこうローカル感というか、うんうん、普通にちゃんとうどん作ってますっていう感じがあるから。なるほどね、美味しいね。まあ、星4ですね。うお、高い、うん、美味しい。量もめっちゃあるし、いい感じです。赤だしも茶碗蒸しも美味しかったので、うん、ぜひここではうどんを。美味しい。はい、というわけで今日もたくさん食べました。もうめちゃめちゃ腹いっぱい。結構ね、シャリもデカめやったし、でまあ、ここイケスあったんで、タイとか、まあ、ハマチとか、あとまあ島味、カンパチら辺が結構イカってて美味しかったと思います。で、あとまあうどんの出汁、まあ赤出汁もそうやけど、全体的に出汁が美味しかったですね。結構まあローカル感というか、ちょっとまあ田舎のおばあちゃん家の近くの回転寿司みたいな感じが出て、ちょっと懐かしい感じでいいと思いました。ただちょっとなんかそのマグロとかそういうのがなんか若干水っぽいというか、ちょっとそういう部分もあったんですけど、まあどうなんやろな。ここは星
3.8 かな。なるほどね。3.8 だそうです。もうちょっとなんか行かせるとこいっぱいあるんじゃないかなと。で、まあ出汁がうまかったんで星 4.2 にします。あれ上がった、うん、4つ上がってる。ランクアップして星 4.2 です。4.2、うん、でも結構これからね、こういうなんかローカル寿司の紹介っていう感じも攻めていきたいね、うん、なんかやっぱ美味しかったわ。今日1個持ったのが、あの味が薄いっていう表現と、いつも言ってる、イカってるっていう表現と、イカってる、ゴリゴリ、あ、違うわ。グッドケミカルだよ。あ、ケミカルもいい。ケミカル感、うん、あ、というわけで、これからもなんかいろんなローカル寿司を見ていきたいんで、チャンネル登録と高評価、ぜひお願いいたします。それではまた。バイバーイ。